サイドセンスの利用方法をご説明します。サイドセンスとは、本製品の片手での操作をサポートする機能です。サイドセンスバーをダブルタップすることで、次に使いたいアプリなどを予測して表示する機能です。長押しすると上下に位置を調整することができます。それでは設定してみましょう。サイドセンスバーをダブルタップします。片手モードをタップすると画面が縮小表示され、片手で操作しやすくなります。矢印アイコンをタップすると画面表示を左寄せまたは右寄せに変更することができます。縮小されている画面の外側をタップすると片手モードを終了できます。また SNS や Web 閲覧時にサイドセンスバーを下にスライドするとバック操作をすることができます。サイドセンス画面から右下の設定アイコンをタップします。ここから表示されるアプリの設定、感度の調節、感知範囲などをカスタマイズができます。ぜひご活用ください。